ウェールズの赤本ヘルゲストの赤本は中世ウェールズ語写本の一つ。ヘルゲストの赤本に含まれるのは三分年の両方で1382年から1410年頃に書かれた。1701年、トマス・ウィルキンス氏によりジーザス・カレッジに寄付され、現在はボドリアン図書館が代理で保管している。写本を筆写した複数の筆行のうち一人は エウエル・フィキン・ファブ・エウエル・ゴーク・オブ・ブールトと特定されている。エウエルは、スンジのワイニス・ホーガンのホップ・キン・ AB、トーマス・ AB ・エニオンのために仕事をしたことでも知られる人物で、この写本をホップ・キンのために筆写した可能性がある。写本の名前は、赤川で閉じられていたことと、ウェルシュマーチズ地域のヘレフォードシャーのキングトン近郊の、ハージェストリッチという丘の下に、 1645年頃から17世紀、初めまであった、ハージェストグーと関係があったという事実に由来する。写本の最初の部分は、3文で、マビノギオン、その他の伝説、歴史的テキスト、ウェールズのトライアドを含む、様々な他のテキストが収められている。残りの部分は、特に、ゴジェニフィドド、または、ベイドド・ワイ・タイウィサージェンとして知られる、宮廷史の時代からの詩である。 写本にはさらに、500年にわたって続いた中世、王朝の創設者で、スランドーベリのすぐ外にあるマイドファイ村から、マイドファイの一社と呼ばれる13世紀のリー・ワラン・フェーディグに、関連したハーブ療法のコレクションも収められている。JRR トールキンはこの本の題名から、自分の作品の創造上の伝説的文献を、西境の赤表紙本と名付けた。ありがとうございます。